岩国市、岩国市は山口県の最東部に位置するし、山口県の最東部に位置し、小瀬川を挟んで広島県と接している。広島市と周南市の中間地点に位置する。名称、近代橋や国の天然記念物、白蛇、岩国の白蛇生息地で知られる。また、広島市、広島県西部や周南市などと同様に、瀬戸内工業地域の一角を担っている。 中国山地に橋を発し、広島湾に注ぐ西木川の作った三角州城の岩国飛行場には、在日米軍、海兵隊と自衛隊、海上自衛隊の基地が存在する。山陽本線や山陽自動車道、国道2号といった幹線交通網が、市の東西を貫き、岩国飛行場、岩国近代京空港、岩国港、新岩国駅、 さらに第三セクター鉄道である、西木川鉄道などがある。観光都市としての一面も持ち、近代橋、岩国城を中心とした、市内各観光地には、年間を通じて、観光客が訪れる。現在の岩国市は二代目にあたり、2006年、平成18年3月20日に、旧、岩国市、久賀郡遊町、久賀町、本郷村、周東町、西木町、 三河町、三和町の八市町村が新設合併し誕生したものである。なお、合併後も旧岩国市の区域を除き、旧町村名は残されているが、読み方が町、本郷村から町、本郷町に変更された。旧岩国市は江戸時代には吉川市の治める岩国領の城下町であった。長州藩から長らく市藩として認められなかったため、 岩国領が岩国藩となったのは大政奉還後の慶応を4年であった。市の北部は農業、林業、古くは鉱山、川山、久賀の町として栄えていた。現在はその古称を用いて山城地域と総称している。城山の岩から岩国になったという説がある。また、本来の岩国は近代橋周辺を指している。 山口県の内陸部東端に位置する。市の中央を横断するかのように、岩国五日市断層帯が通っている。山口県の県庁所在地である山口島では約1 0 0トルの距離がある一方で、政令指定都市であり、広島県の県庁所在地で中国地方への国の出先機関のほとんどが集中する地方中枢都市である広島島は約3 5トルである。 経済の点では、岩国市の内急市内、有町では、広島市とのつながりが強く、両都市間に位置する自治体との交流関係も深い。広島市と岩国市の間は、国道2号、山陽自動車道、広島岩国道路、山陽本線といった複数の交通機関で結ばれている。電話の単位料金区域、MA は岩国 MA であるが、この岩国 MA には、 広島県大竹市が県境を越えて含まれており、現在では市外局番が0827に統一されているため、平番号化岩国市、脇町、大竹市間は市内局番からのダイヤルでつながる、同様のとしては大阪 MA に共に含まれる大阪府大阪市と兵庫県尼崎市などがある。また、旧市内、有町の大部分では山口県内の放送以上に、 広島県方向にアンテナを向けて、広島県のテレビジョン放送を見る世帯が多い。これはもともと VHF のみであった昭和30年代のチャンネルプランでは、放送エリアは県域とはされず都市圏単位とされており、広島都市圏局の放送エリアは、広島を中心とした 60km 圏内とされて、いため、この中に含まれる岩国市をはじめとする山口県東部はかつて、 中国放送、RCC、広島テレビ、HTV の正式な放送エリアであり、この時からの視聴習慣が今でも続いているためである。このため、山口県各局の地上デジタルテレビジョン放送、岩国中継局の地局の際には、えげ山の広島デジタルテレビジョン放送局と方向が、近い、広島県江田島市ののとろ山に設けられた。また、沿岸部では、 愛媛県のテレビジョン放送も広島局同様に、良好に受信できる。アンテナさえ、複数設置すれば、民放局は11局、広島4局、愛媛4局、山口3局受信できるが、実際には、経済、文化圏が違うため、愛媛局まで主張しているケースは多くはないが、前日のホーム TSS が、南市町となる地区では、重宝されているケースもある。また広島局、 愛媛局とも、テレビ、東京系列はなく、4局ずつにとどまるため、福岡5局が受信できる、下関市をはじめとした、県西部ほど受信できる系列は、多くない。テレビジョン放送のデジタル化にあたり、民放連を中心として、地方テレビ局の正式な放送エリアが県域である。 ことに厳格に対応すべきとする意見がまとまり、その結果ケーブルテレビ局での区域外再放送は混乱していたが、総務大臣の裁定を経て、広島民放4局が再放送されている。岩国の名前は、万葉集にも見られ、古くから山陽道の交通の要衝であった。守護大名、大内氏が中国地方を統治していた室町期まで、岩国氏、 弘中氏といった豪族がこの地を治めていた。関ヶ原の戦いの後、長と、津王の二国に厳報された、毛利家前当主、毛利輝元は、東の守りとして、毛利元成の次男、吉川元春の三男で、吉川家を相続していた、吉川広家。広家は、武断派といって予行。関ヶ原の戦いにおいて徳川方に通じ、毛利本家を参戦させないように画策した。 結果として、家康より広い家に対して、傍聴に衆を与えられたが、毛利本家安泰のため古事下に岩国を与えた。以後、岩国は、吉川家が治める岩国領六万国の城下町として発展していく。口述のように、関ヶ原敗戦の原因を、毛利良家は、小早川の裏切りと吉川の名用のためと考えていた毛利本家から、 幕府に対して、市藩としての推挙がなかったため、岩国城と称された。吉川氏が諸公に列し、大名となったのは慶応四年のことである。したがって、岩国藩と呼べるのは、それ以後からのこととなる。旧市街である西見、西君、に、市見、岩国、横山といった現西は国駅、川西駅の周辺が繁栄した。江戸年間、岩国藩と長州藩は幕末まで。 吉川家の価格をめぐって疎遠であった。このためか旧岩国市の区域の住民は山口県に帰属しているという意識は薄い。また、現在の西木川下流の中石平野は吉川藩時代における植産工業政策により埋め立て開墾された部分がほとんどである。この質素倹約政策のため徳川政権時代に始まった派手な祭りはない。とっていい。関ヶ原の戦いにおける 吉川広家の施策のためか、第一次長州戦争、長州制伐の際、萩藩と幕府側の仲裁に、岩国藩主、吉川常元、剣持が出向いた。また四境の役、第二次長州戦争では、小瀬川を挟んで芸州口の戦いの平坦地となった。明治維新の後に、廃藩地県で、岩国県になるが、間もなく、山口県に統合される。 1925年、大正14年、現岩国駅周辺の浅里根の地区に、帝国人造建築、帝人の工場が建設された。以降、天然の良好である岩国港を基盤にして、山陽パルプ工業、現、日本製紙、東洋宝石などの軽工業の工場が進出し、人県庁と呼ばれる工業地帯が発展した。脇町、 大竹市にまたがる三井石油化学、当時、現、三井化学のコンビナートは、日本国内で初期の石油化学コンビナートである。昭和に入り、近隣の広島や、呉や江田島と並んで、日本陸軍燃料省や、海軍潜水艦訓練基地や海軍、岩国航空隊などが設置され、軍事都市としての色が濃くなり、別々の町だった岩国と、浅里布が合併して、 姿勢を敷いた。同市の柱島には日本海軍の病地が置かれ、戦前、戦中を通して柱島白地として使われた。また、太平洋戦争末期には旧岩国市内の藤川地区には牧場に偽装された特攻隊発進基地が準備され、平田地区では丘陵に防空壕を備えた一般道路に似せた飛行機用滑走路を準備したが、 本格的運用を見ないで終戦となっている。また、終戦前日の1945年、昭和20年8月14日に、山陽本線と岩徳線の分岐点であった岩国駅は、米軍の戦略空襲を受けている。戦後は、旧来よりの企業により、工業都市として発展を遂げる。旧日本海軍の航空基地跡に在日米軍の岩国基地も設置され、 米軍の日本国内での軍事拠点の一つとなっている。このため、煙突等の高さに規制がかかり、新規企業の誘致が困難になった。岩国空港は米軍に接収される前は、民間航空機も就航する国際空港であった。海上自衛隊、米軍との共用への動きとともに、市民の熱い要望でもあった民間空港再開は、2012年12月に、 岩国近代京空港、岩国飛行場が開港したことで実現した。一般路線バスとしては、合併前の市内一円を岩国、バス、2015年3月31日まで運行していた岩国市交通局が100%、出資し2010年4月1日に開業した、子会社で交通局の路線を2015年4月1日付で、全譲り受けが、旧軍部のエリアを、 岩国市生活交通バス及び岩国市英雄バスが網羅する。国道2号沿いには、傍聴交通の路線も運行されている。また、他地域とを結ぶ高速バスとして、以下の路線が運行されている。現在計画中の在日米軍再編の中で、市内にある米軍岩国基地への空母関西機定が、計画されており、これをめぐっては2006年3月12日、 旧岩国市において、住民投票が行われ、反対票が賛成票を大きく上回る結果となった。しかし、その後の国の強硬姿勢もあって、岩国市内では、様々な議論を呼んでいる。詳細は、岩国基地への空母艦載機部隊移転の項目を、参照のこと。市外局番は0827、20から50、52から99となっている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。